皆さんこんにちは。この動画ではドーム型ピザ窯の作り方を解説します。誰かに教わったわけでもなく、いろいろなところから情報を集めながら試行錯誤しましたが、素人の僕らでも完成させることができました。この動画が同じようなピザ窯作りを考えている人の役に立てれたら嬉しいです。そもそもなぜピザ窯がドーム型をしているかというと、熱効率の良さがあります。窯の中で火を起こした時に入り口から空気が吸い込まれ、上昇気流が生まれます。熱気は天井を回って煙突から排出されますが、この熱気は600度にもなるのです。この温められた熱はレンガに蓄熱され、その輻射熱によってピザが美味しく早く焼ける仕組みになっています。もし煙突を天井の中央に取り付けてしまうと、最も高温になっているところからすぐに熱気が外へ排出されるため、薪ばかり消費する温度が上がりにくい窯になってしまいます。こちらが実際に使った窯の設計図です。概要欄からダウンロード可能です。もし興味があれば使ってください。窯の内径と高さは3対1が理想のようですので、なるべくその比率に近づけました。ここからは窯を乗せる基礎について話します。この図は上から見た図です。基礎で一番大事なのは水平な場所を作ることだと思います。ダイジェスト動画に映像があるので、よければご覧ください。結構時間をかけて地面を慣らしています。コンクリートブロックをこのように組み、上に4段積みました。その上に U 字工の蓋を重ね、天板の土台にします。はみ出した部分は赤いラインでカットしました。耐火レンガを並べていきます。入り口あたりに以前作ったピザ窯のパーツを再利用して広い焼き台としました。これはピザを回転させるスペースになり、とても便利です。これで基礎から天板ができました。左の図が横から見たところで、ブロック4段、その上に U 字工の蓋、耐火レンガの順に重ねました。ここから窯の入り口のアーチについて説明します。アーチに必要なのは角度の異なる3種類のレンガです。自分で扇形にカットしてもいいのですが、綺麗なアーチを作りたかったので、今回はホームセンターで注文しました。それぞれ色で3種類を区別して表しています。こちらは実際の写真です。アーチの寸法はうちで使っているダッチオーブンが入る大きさを目安に決めました。こちらはピザ窯本体の設計図です。次に木枠の説明に入ります。設計図通りにレンガを組んでいくために、この茶色の部分をベニヤ板を使って立体的に組みます。
ドームとアーチの内径をベニヤ板に移しカットします。ドームは切れ込みを入れて十字に組み、支えを入れています。窯の入り口のアーチとドーム本体の位置関係はこのようになる予定です。木枠に前もって実物のレンガの高さの目印を書いておいたので、この後のレンガ積みの作業ではガイドラインとなって便利でした。ドームの木枠はこれで完成です。次に煙突の話に移ります。煙突をアーチから覗くと分かるように溝を作っています。この溝に煙が集まり排出されやすいよう工夫してみました。この動画の初めの方で話した窯の温度を上げる大切なポイントに煙の排出があります。煙が効率よく排出できると、それだけ新鮮な空気を引き込めるのです。単にアーチに煙突を差し込んだ構造だと煙は煙突へ誘導されにくいので、窯の天井に滞留したり入り口のアーチから溢れ出てしまい、熱効率のいい窯にはなりにくいと思います。また煙突の高さは入り口から入ってくる空気を引き込む力と関係があります。煙突を長くすることで吸い込む力は強くなり、その分煙を煙突から排出するのでいいサイクルになるということです。設計図をもとに入り口のアーチとドームの2段目まで組みました。1段目にY2 のレンガを立てて並べ、2段目に Y3 のレンガを3つに割ったものを並べています。レンガの加工にはディスクグラインダーとタガネを使っています。レンガ加工はこれから先で必ず必要になるので、この2つの道具は必須です。アーチとドームのつなぎ目に隙間ができています。ここは紙で簡単な型紙を作り、これを元にしてレンガを加工します。いびつな隙間にはその都度ぴったり合うサイズにレンガを加工します。この要領でどんどんレンガを組んでいきます。今4段目を組んでいるところです。3段目には Y2 のレンガを、4段目には Y3 のレンガを組んでいきます。アーチとドームのこの合流地点は先ほどの隙間と同じように小さなパーツを細かく切って配置して1段ずつ組みました。一つ一つドームの傾斜に合わせて隙間にぴったりなサイズに加工するのは大変根気がいる作業でしたが、やりがいもありました。この4段目でアーチとドームの合流の細かい作業はクリアしました。
ここからは木枠のガイドラインに沿ってレンガを組んでいくだけの割と簡単な作業です。8段目に差し掛かりました。だんだんと木枠が見えなくなっていき、これが残りの最後の1段です。穴にしっかりはまるようこちらもディスクグラインダーで調整しました。これでドームが完成です。2日ほど乾燥させたら中の木枠を燃やして外します。アーチに溝を作ったことで煙がちゃんと煙突へ吸い込まれていくのがわかります。2時間ほどで木枠が燃え尽きました。次に断熱材の説明です。まずはドームの表面に耐火セメントを塗ります。その上に断熱材を貼り、さらに上から普通のセメントを塗る作業と続きます。断熱材はセラミックファイバーという燃えない綿のような素材を使用しました。こちらは Amazon で購入したのですが、用意した量が足りませんでした。反省点としてどの材料にも言えることですが、予定量より少し多めに準備しておくと、多少のアクシデントにも対応できたと思います。今回はスケジュールの都合上、手配が難しかったので、手元の分でどうにか進めることとしました。ピザ窯の下の方にこのようにビスを打ち、そこを引っかかりとして細いワイヤーをくくりつけ、セラミックファイバーを巻きつけます。その上から普通のセメントを塗り乾燥させます。最後の装飾としてクラッシュタイルを貼ることにしました。まずは接着剤を窯本体に塗り広げていきます。使用した接着剤はフレックスマルチという商品のものを使い、特徴として熱膨張に強いというメリットを持った接着剤です。塗り終えたらこのようにハンマーで軽く叩き圧着させます。ドーム型で表面が球面なのでどうしてもこういう小さな隙間ができてしまいますが、こういったところはシートを1枚ずつ剥がし、色と形を合わせパズルのようにはめ込んでいきました。接着剤がしっかり乾いたら目地剤を流し込んでいきます。基礎の仕上げ作業です。基礎は漆喰仕上げとします。漆喰を塗る前にこの画像のような下地剤をあらかじめ塗っておきます。下地剤がしっかり乾いてから漆喰を塗ります。煙突の長さは約2メートルほどあります。